6月10日川崎市高津区にある小黒恵子童謡記念館で健康アップ体操&ピアノ演奏が開かれました。息をしっかりと吐いて吸って、高齢者の介護予防の一環として体操と音楽を同時に楽しみながら健康づくりに取り組んでほしいと毎月第2、第4木曜日に開催されているものです。この日は看護師などの指導のもと、参加者たちは体力や免疫力の向上を目指し、可動域のストレッチや筋トレなどを行いました。また体操に合わせ小黒恵子童謡記念館の館長によるピアノ演奏も行われました。このグランドピアノは日本に数台しかないと言われる大変貴重なもので、その音色を聞きたいと参加する人もいるそうです。そうです、指の間もそうです。こんな曲弾いてっていうリクエストがあったりするので、そういう曲は入れてます。そうすると途中で体操しながらでもふっと目があったりして楽しんでます。私はですね、とにかく笑って帰っていただきたいので、楽しいことをいかに楽しんでそれが身についていくことをずっと考えながらプログラム作ってるような気がします。体がほぐれてとても良かったと思います。軽くなった感じがします。館長さんのピアノ伴奏で気持ちよくいつもやらせてもらってますので続けてます。